千原美里千原美里の作品、ミノリウィズ・ストリングス・カルテット弦楽四重奏の調べ、ミノリウィズ・ストリングス・カルテット弦楽四重奏の調べは、千原美里のセルフカバーアルバム。2018年1月17日に、ランティスから発売。演奏は、室谷光一郎ストリングス。既存曲は、すべて新規レコーディング。 レコーディングは10月6日から11月12日まで行われた。レコーディングでは波のように揺れ動く弦のリズムに乗ることに難しさを感じた。桜ピアスは熱量のある曲なので短時間に集中して歌い上げた。新曲エールあなたのそばでーはユニフィケーション3メロディーフィーチャリングミノリチハラに収録された枯れない花を思い出しながら制作を行った。 自由に制作した曲であり、かやはらがありのまま伝えたいことが込められている。2018年1月17日より、ランティスウェブショップ、エルマート限定で発売。2017年12月27日に、マイハマーンフィシアターで開催された、ミノリチハラライブ2017減楽四重奏の、調べ、ミノリチハラライブ2017忘年会で、先行発売。12月28日に、 音楽配信が開始。E 音響ミュージックグルーバーズモーラミュージック .jp レコ直でハイレゾ配信。ハイレゾ音源は9 6ヘルツ2 4ビット。E 音響ミュージックのみ9 6ヘルツ3 2ビットも合わせて配信。本作のリリースは8月4日、8月5日、8月6日に川口湖。 ステラシアターで開催されたミノリチハラライブ2017サマードリーム後で発表された。12月2日に YouTube のランティスチャンネルで視聴動画が配信。ジャケット撮影は11月9日に行われた。撮影では本作ならではのヘアスタイル、衣装に挑戦している。2017年12月27日に本作を引っ提げたコンサート。 ミノリチハラライブ2017減額四重層の調べをマイハマアンフィシアターで開催。8月4日、8月5日、8月6日に川口湖ステラシアターで開催されたミノリチハラライブ2017サマードリーム後で発表された。リハーサルは11月20日から行われた。ミノリチハラライブ2017減額四重層の調べに関するカテゴリー。 ありがとうございます。